はい、こんにちは、山秀のマックです。今日は、人気のボーカーブランドから一つ、個性的なナイフをご紹介したいと思います。じゃん、こちらです。はい、ちょっとナイフとしては不思議な、デザインをしてますね。非常に幅の広いブレード、そしてちっちゃなハンドル、非常にユニークな感じになっていると思います。はい、ブレードの厚みは2mm、非常にナイフとしては薄めですね。はい、で裏から見るとこんな感じ。ハンドルは G10 っていう材料を使ってます。ハンドルとブレードの隙間にスペーサー、赤いスペーサーが入れてあります。これがまあワンポイントで可愛らしいですね。はい、で、背中から切っ先までフラットな仕上がりになってますので、まあ本当まさしく包丁をちょっとナイフらしくした、ユニークにした感じになってますね。実際このナイフのコンセプトは、アウトドアの中のクッキングで使いやすいナイフというところですね。はい、ブレードはスウェーデンこのステンレスですね。スウェーデンステンレスですね。サンドビック社の非常にいいステンレスだと思います。錆に強くて切れ味も十分ございます。砥石も乗りやすいです。そんなに硬さが際立っているステンレスではないので、砥石も乗りやすくて研ぎやすいと思います。はい、ブレードに開いた、このブレードというかこのボディに開いた穴、これはまあデザイン的なものと、あとは使うときにここにちょっと指を引っ掛けるというかね、滑りにくくすると、こんな風に使っていただくこともできます。はい、もちろんこういう風に持っていただいて使っていただくこともできますし、はい、いろんな使い方ができるかなと思います。キャンプ場にタオルや新聞で包丁くるんで持っていくっていうこともあまりおすすめしないですよね。やっぱりちょっと道具にこだわってナイフでキャンプ場、アウトドアの中ではナイフを使ってクッキングもしたいかなと思うんですけども、そんな時にはこんな一つユニークな、そしておしゃれなナイフを持ってかれるのもいいかなと思います。はい、全長で14センチ、非常にコンパクトな、手に置いてみるとこんな感じだ。非常にコンパクトなナイフになってます。はい、こちらのナイフにはこちらの牛革の鞘が付属しております。はい、この牛革の鞘にこんな感じで収めていただいて、はい、これでもコンパクトですね。バックパックにもちろん入れて持ち運んでいただいても結構ですし、ここからこんな風に、もしくはこっちから首から下げてネックナイフとして持っていかれてもよろしいのかなと思います。非常にアウトドアで活躍しそうなクッキングナイフです。はい、いかがでしょうか。はい、また次回もお楽しみに。山秀チャンネル登録お待ちしております。